皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。今回はやっとね、醸造台を使って村人さんを牧師さんに変えていきたいと思います。牧師さんだっけ、ジャバって。とりあえずね、今回もやってまいりましょう。ババクラハードコアスタート。もうね、ほら、段差を登る用意もね、ちゃんとしてあります。行きましょう。なんだけど、今さっきね、ここゾンビ走ってたよね。大丈夫かな。うわ、びっくりした。お前か。この辺の村人さんは多分持ってきちゃってる、あっちにね来ちゃってるので、隣の村から引きずってくるしかないっぽいんだけど、隣の村っていうかね、同じ村なんだけどね、でかすぎてちょっと区切っているので、この辺にいてくれるんじゃない。いた。ちょっとね、ここの人と隣にもね、もう一匹いるんだけど、あれをね連れて帰ろうかな。よし、一緒にね行きましょう。ここも一旦ね閉じて、こっちから行きたいんだけどな。あ、ちょっと待って、降りちゃったよ。まあいっか。とりあえずね、こん中、村の中入っちゃえばこっちのもんだ。敵にね襲われなくなるから。で、閉じると。で、ここにこうやってピストン置いて、レバー作って。なんか職業ついてない、この人。ついてたよね今ね。いけるかな、大丈夫かな、離れれば大丈夫。で、こうやって登る、回収する、で、また一緒にこっちに行くと。2段登るの超大変じゃない？大丈夫かな？ここの村の高さはね、2段ぐらい高くしておいて、外敵から守る感じにしていこうかなって思ってるので、ここの上にね上げていきましょう。こっちに来て、ここのね、サトウキビ全部ね撤去しました。で、そう、見てこれ、じゃがいも、いっぱいハスクがいて、その中のハスクが落としてくれたので、こんな感じでね、じゃがいもも植え始めました。農民さんでじゃがいも交易できる人探さないといけないかもしれない。で、君は？あ、無職になったってことで、醸造台をね置きたいと思います。いくよ、ほい。あ、ちょっと待って、君もうちょっとこっち来ようか。よし、こんな感じ。はい、オッケー。早いね。ゾンビ肉って32個が一番少ないのかな、わかんないんだけど、ちょっともう一回変えてみっか。ほい。うん、32個っぽいね。そしてなんかレッドストーンは変わんないのかな。ガチャする意味なさそうなので、これにしましょう。で、ゾンビ肉取引しちゃって、今のところ3スタックと42個だね。いきます。はい。あ、伸びるの早ー。新米から見習いになりました。いいね。これでエンダーパール集めも楽なんじゃない。楽ではないかもしれないけどね。よし、とりあえずこの方もね固定されたということで、またね、サトウキビ集めとかしてる間にハスクをいっぱい貯めておきましょう。あ、そう、横の入り口こんな風に変えました。あ、そう、見て、この人ね成長してるの。成長してるんだけど、じゃん、消滅の呪い。いらなと思って。この人かな、この人が最後の村人さんになりそう。あ、で、あなたは取引、じゃがいも、斧もね、ちょっと作り変えようかな。で、そろそろシルクタッチの斧とか耐久とかつけるようにして、ここにピストンつけて、よし。順調だね。今日は早く終わりそう。そう、今回は手際よくね、パパパーとやって、パパパーと終わらせようっていうね。何もトラブルがなきゃいいけど。で、ここの真ん中をちょっと通路みたいな、道路みたいな感じにして、こっちの方にねまたお店っぽく建てていくって、それぞれね振り分けていくって形にしたいと思ってます。あった、このコンポスターか。これをねちょっと壊しましょう。ちゃんと私畑荒らししてたんだね。他にね畑ないとか思ってたんだけど、あったわ。多分これで戻ってると思いたいんだけど、これで戻ってなかったらちょっとわかんないので、このまんまね取引進めていこうかなと思います。戻ってね。戻ってないですね。あ、そうだ。このね、骨粉製造機みたいなのもちょっと作ろうかなって思ってて。なんせね、この種がいらないから。あ、そう、修繕の方また増やしておきました。もう修繕嬉しすぎる。あ、これとかにもね、つけたいね。じゃがいもを増やしていく。これからね、じゃがいもも取引する時代です。よし。あ、変わってる。あ、待って。流行っちゃった。よし、そしたらあなたにはジャガイモをね安く取引できる農民さんになってほしいです。あ、26個、ん、やっぱり26個なのかな。人参もね、いつかハスクが落としてくれるんじゃないかな。そうやって期待しちゃうよね。
あ、でもさ、ジャガイモとビートルート、あっちは小麦と人参だったから、ジャガイモとビートルート、これでもいいのかもしれない。あ、そうだ、この人たち一旦ね、隔離して、ボート1台につき1人っていう風にね、振り分けていきたいんですよね。この2人2人ってなってるのを今からばらしていきます。うまくばらけてよ。怖いからね。村人さんをね、傷つけないように、下から、ほい、あ、やべ、切っちった。オッケーオッケー、1人確保して、お前はそっちへ行くな。オッケー、捕まえた。こいつはね、またこのピストンであげましょう。こっちに行ったらね、めんどくさいのでここにして、1回ぐらいならね。オッケー。で、君は、そっち行きそう。あ、お前、待って、待って。オッケー、セーフ。あ、違う、お前もだよ。おい、一緒に入るなっつったろ。間違えた、コンポスター。ちょっと待って、回復のポーションとか作ってあげないとやばいな。待って。オッケー。お前は、こっちの、おし。これでね、全部一人一人に隔離できたんじゃないかな。いい感じですね。やべ、めっちゃ見てる。今さ、こうやって移動して、サムネをね、撮ろうとしてるんだけど、村人さんがめっちゃ見てくるっていうね。この微調整が超難しい。こういうところはね、A 型だからね、気になるんだよ。ちゃんと揃ってないと。すげえ、みんなどこ見てんの？で、そうなったら、この人に、この、コンポスターを授けて、で、この人に、醸造台、この二人が製塚さんで、この人がこのコンポスターで、この司書さんが、初見台だね。おい、どこ見てんだ、みんな。あ、そうだ、後ろのね、あの建物はちょっと気にしないでもらいたい。あの、外壁をね、どうやって変えるかっていうのを今ちょっと考えているところです。ということで、醸造台を使って無事に村人さんを就職させることができました。ここに一箇所に集めるっていうことができたので、私は今回すっごい満足しております。次回あたりそろそろまた冒険に行ってもいいのかな？廃校探検の続きとかね。それで死んじゃったら元も子もないから村いじりでもいいんだけど、何やるか決めておきます。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。